疲れ。お疲れです。ありがとう。寝絡み組んでます。寝絡み組んでます。寝絡みね。今日は初代バクトルの男が寝絡みに挑戦ですね。あ、そう。こうやってやるの。そうっすね。あ、でこれ外に出す。敷地占有許可取ったの。あ、取ってます。あ、外。はい。占有許可ってのはここ外に来る。あ、一回中に入れるんだ。そうですね。で、この木のところも組むの。どうやって組むの。あんまりやりながらでいい。無理やり。いや、一軒だと離れ500ぐらいになるんです。あ、1100ぐらい。いや、1000じゃないです。500ちょっとになってます。お、こんなの見とるっす。もう見とるっす。こうやっていろいろ考えながら最初に全部考えなかった。大地サーブ、はい、やって渡すか。これちょっと見物だよ。これ渡せる。ここどうですか。いや、あげろ、早くあげろよ。はい。やばいでしょ。ちょ、あげて、あげて、あげて、はい、あげれんか、お前。あげんか。もう、お前、さあ、俺があげた時に力入れんだよ、お前。ダメ。謝ってもダメ。本当はあれぐらい持てるのが普通だろ。はいはい。こっち行け。これ行け。こっちから行け。火はね。落ちて。すごいよ。俺も立つわ。大変だな。ちょっと釣ります。ちょっとインパちょうだい。難しい。これ大変だ。ユーチューバーになれるぞ。お前。こうやって生かして。まあでもちょっと、これちょっとテクニックかな。で、その次どうする。外に。外に。はい。生かせることで入ったってこと。そうです。これもう一本立てるんですね。これ大変だな。40キロぐらいだな。そういうことだろ。はい。真ん中になっちゃう。全然喋らんよ。何を喋っていいか。お前これだから、ずっとやめねえもん。ちょっと待ってください。お前こいつ何も喋らんもんね。ちょっと待ってください。これだからないもんね。やめねえもん。飽きてきたわ。違うです、違うです。もうちょいで喋るです。あの、二人だけなら感覚なるもんで。お前寝絡みについてやる。ああ。これは何やってる。これ水平です。あ、水平？なんでこれ説明しよう。これちょっと見えるっすかね。傾いとんの。これ今下がってるってことなんですよ。こっちに寄ってるもんで。あ、そう。で、これまっすぐにしないと足場は斜めになったりするもんで。なぜ高さってする？やっといて、ジャッキで上げるんだ。はい。これで、この水平に出していくわけね。そうですね。そういうことだよね。はい。で、これで玉が真ん中になったら、水平出てますよってことだ。はい。なるほど。これ全部、ぐるり全部水平合わせるわけね。そうです。すごいね。そういうことね。はい。おぉ。そんなかった。あ、6点ある。6点ですか。で、中に置いてみる。はい。で、インパチ。ないだろう。はい、喋ることないですね。喋るね。喋る、考えるんだって。ああ。コミュ障なんで。で、これは何で内側にも立てる。内倒れの。倒れないようにする。はい。
そんなもっと深くちゃんと説明しろよ。YouTuber への道は険しいぞ。あ、それなんか安全帯を紹介してほしいみたいなのもらったことないですか。いいや、そんなことは考えて今のだけなら集中してくれ、今の一本に。しゃーお前、そうやって逃げよう逃げようと思って、それ逃げろ考えた、それは。喋ることないんで。あと、千人ダブル2、はい、あ、ちゃう千人ダブル1、あ、千人ダブル2、千人神2、はい、あ、ちゃう、千人ダブル3、もう上を想像しながら下を降りてくる。そうですね、こうやってこう、あ、上があるかも考えとる。コミショの場合すごいです。第一、こっちに持ってこんと、はい、遠いよ、はい、じゃあもう、あ、もういいや、いいやで、俺しかも千人ダブル3枚って言って4枚持ってきてるやん、はい、千人ダブル3枚って言ってやん、最初2枚持ってきて、で、その後どっちも理論で攻められたらお前負けちゃったから、これ、ここで、あとは競り上げしていくの、はい、そうそう、それやって、まあ、じゃあちょっと寝がらみはまあ、ほんで終わるか、まあ、寝がらみの解説というふりして、罰則の男はコミショウですかっていうことはよくわかりましたと思いますんでまた次回ちょっと喋り慣れると思います。また見てね。はい、いいですね。はい、お疲れ様です。最後の告知になりますけど、あのステッカーついにできましたんで、告知させていただきます。塗装足場の扉ね、シーリングで合計で確かね250枚か300枚ぐらい作りました。ちょっとなんか端数出てたと思うんですけど、でちょ、トビが多分一番多かったかな、チャンネル あの再生回数とかで見て、ちょっと比率でちょっとジムの方が作ってくれたんで、あのこれ欲しい方は LINE アットを登録して、住所、名前、電話番号かなを、あの送ってください。そこ宛に送るから、で先着順です。もうこれなくなったらもうこれで終わりなんで、あのまたその辺も動画で告知するんですけど、ぜひあのご応募お願いします。シーリングか塗装か飛びかね、必ずどこかに貼って、まあ俺はお願いしたいのは車に貼ってほしいね、これかっこよくね、後ろにでもね。それとあのチャンネル登録もあの、まあ、できやね、やっぱせっかくこれ送る人なんで、やっぱチャンネル登録してあのよく見てほしいなと思いますね。あのまあそれは別に強制でもなんでもないけど、あのチャンネル登録してください。待てる。Oh yeah.